はい、どうも、りょうへいです。お願いしまーす。本日は、10月31日、何の日でしょうか。はい、そうです。そうです、そうです。こちらの、デサントの公式用グローブの当選発表の日です。皆様のおかげで、無事1万人の方、達成することができました。ありがとうございます。常々、ずっと前から、こちらの方、動画の最後のエンディングのところで、応募の方させていただいたんですけれども、ついに、発表ということになりました。まあ再度ちょっとこのグローブの特徴なんですけれども、昨年末にベースマンで、特化になってたものを購入して、縦に変なラインが入っちゃってたんですよ。でそれを自分でちょっと湯もみをして広く閉じるグローブに、変更しております。で革の特徴がデサントさんテラダレザーの方を使用しておりまして、かなり結構まあ、あれの後使ってないんでね、ずっとプレゼント用に保管してたので、全然汚れとかもなく、最後に使ってから、磨いた状態で保管の方をさせていただきました。コンパクトっちゃコンパクトなんですけど、深めになってるし、ただ広いので、ショートなんかで結構使いやすいんじゃないかなというようなグローブとなっております。本当に皆様が、コメント欄にいつも温かい、お言葉を書いていただいているので、僕らもちょっと決めるのね、かなり迷ったんですよ。ちょっと当選、されなかった方はまたちょっと次回に、期待していただければなと。今後もね、玉沢だったりそういったグローブが、続きますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。長くなりましたが当選発表の方をさせていただこうと思います。当選者は元桜さんです。おめでとうございます。はい、当選の決め手と言いますか理由なんですけども、今度のデサントのグローブで当選して翔平さんの母校との対決で使えたらなと、いうことを書いてあったので、まあぜひね、翔平 TV のゆかりのある対戦相手とこれを使ってもらいたいなっていうのをすごく思いまして、で結構常々、コメントをいただいているので、今回は、こちらのデサントのグローブ、元桜様に、プレゼントの方させていただこうと思います。おめでとうございます。いつもありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。ありがとう。はい、でまあさっきも言いました通り11月玉沢ペナリ続くので、どん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 また皆さんコメント欄の方で、熱い熱いコメントをよろしくお願いいたしますね。1万人ね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。両兵がお世話になってます。お世話になっております。失礼します。はい、ということで本日は10月31日ということで、こちらのデサントのグローブの、当選者の方を発表させていただきました。まだまだ翔平 TV 続いていきます。2万人3万人、そして10万人もっともっと、増えていきますように、皆さんによりいい動画をお届けできるように頑張っていこうと思います。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではよいしょー。11月のプレゼント企画、行きましょう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 。こちらね、玉沢のグローブ、こちらはい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ重要なのか、重要なのか。いやもうそれだって伝統の玉沢さんだね。そう、伝統の玉沢さんなんで、でこれを使った理由とかもらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。で、こちらを視聴者さんに、翔平 TV の視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使って、ノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってればいい。そうですね。言い訳だけどね。そう。ロンティ120飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、ね。守備じゃない。ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよね。磨きます磨きます。良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで、責任重大汚すだけ汚すってこちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます。前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい、そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、 熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ、はい、内野手を、で11月がこちらなので、皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。
チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。